格闘技イベント、超、スーパー、雷神、に、30日、埼玉スーパーアリーナ、は、メインの雷神フェザー級王座決定戦で朝倉未来、31、ラブガールケラモフ、31イコールアゼルバイジャン、のリアネーキッドチョークで一本負けしまくを閉じた。この衝撃の結末は、なぜもたらされたのか。バカサバイバー、こと青木晋也、40、が徹底分析だ。写真、 ケラモフに締め上げられる朝倉ミクシ合は一方的と言える展開だった。ボングと共に距離をじりじり詰められた未来は、ケラモフの片足タックルでテイクダウンを許す。そこからマウントポジションを奪われると、肘を落としながら背後に回られ、リアネイキッドチョークで締められた。ケラモフの右足は未来の右腰から素形部にかかっていたものの、左足は未来に絡んでいない、シングルバックの形だったが、 ライジンマットで初めてのタップを許し1ラウンド2分41秒で敗れた。試合後、青木は開口一番、負けるのはしょうがない。だけど、タップはダメだろ。あれじゃあ、俺はギブアップしてない、って言えないじゃん。落ちるかレフェリーに止めさせないと。と声をしゃがれさせながら憤慨だ,だ。さらに未来が、タップしないのは良くないことだという世の中の風潮もあって、 格闘技界的にも良くないということなのでタップしました。と話したことに、青木は、何言ってるんだ何を世間の風潮なんかに流されているんだお前は世間を動かす側の人間だったはずだ。再生数なんかに取り憑かれてるからそうなるんだ。と、老害ぶりを全開にした。ひとしきり大声を出して落ち着いたのか、青木は、それはそれとして試合を振り返るか、と呟き。 スポーツドリンクを飲み干す。そして、ケラモフがうまかったよう、圧力が思った以上に強かった。向き合った状態で未来の右足の外側に立っていたんだ、とメガネを光らせた。スタンドの工房では、構えがオーソドックスのケラモフは左足を、サウスポーの未来は右足を前に構える。今回は、未来から見て右前方にケラモフが立っていたというのだ。この位置関係を取ることにより、 ケラモフは未来の右足が近いからタックルが近い。一方で未来は左の蹴りを入れてからパンチを打つ選手だから打撃を出せなくなった。蹴りが届かない位置にケラモフがいたからね、と説明する。この状況でケラモフはまんまと片足タックルを決める。だが、そこからも計算し尽くしていたという。そこですぐ倒しに行かなかったんだ。未来がテイクダウンディフェンスが強いのを知っているから、 より倒ししやすい4つに組み直しただろそこがうまいところだ、とケラモフを絶賛。一方で未来の対応については、テイクダウンから一気にマウントに行かれたのは、純粋にそれだけグラウンドの技術に差があるから。実際、片足がかかってないから大丈夫だと思った、とか言ってたけど、シングルバックでチョークは決まるし。つまり、その程度のレベルってことだ、と切り捨てた。 これだけ話してまだ物足りないのか、未来の今後については、試合後は、引退する、って言わなかっただろ。それもダメだ。こういう時はレーナを見習って引退をほのめかすべき。それかノーコメントだろ、と余計な助言を送る。そんな青木は最後に、俺は今日、岐阜でコンボイにしようと戦って疲れてるんだよ。ピットブル兄弟と揉めたクレベル小池にあやかって、浜松に移動したいしさ。 と聞かれてもいないのに自らの状況を説明。そういうわけで、もう切るぞ。他の試合についてはまた後日、と嫌な言葉を残し、発射ベルと同時に通話を終了した。